マサトブルーの好きこそものの上手なれということで、今回も始めていきたいと思います。ジーンズを育てる、ジーンズを楽しむということで、今回もスタートしていきます。ビッグジョン三大フラッグシップモデルということで、レア、エクストラ、石川大、この3本の今比較動画というところで今順番に上がっていると思いますが、今回は蜂の巣の3本の比べを見てみましょう。どんな感じなんでしょうか。蜂の巣というのは、ジーンズでいうと膝の裏、ジージャンでいうと肘の内側にできる色落ちのあたりのことを蜂の巣と言います。まあ純粋に蜂の巣のような跡がつくからということなんですが、実際じゃあレア、エクストラ、石川大、どんな感じなんでしょうかということで、じゃあまずレアからいってみましょうか。レアはこれが180日、まあ6ヶ月よりも少し履き込んだ感じです。で、比較的これは自然に履いたので、あんまりこう強烈に出ている蜂の巣ではないです。自然な感じですね。こうのりスプレーとかのり付けとかその辺もしてないんで、でもまあまあ出てるか、まあまあ出てるか。前回前々回言ってる通り、少しこう緑がかったような色、凹凸感やっぱ出てるね。でこれはもう一回洗濯してあります。立体感が出てないんで、立体感が出てないから余計出てないように見えるかもしれないな。うん、約半年ちょっと履いて、洗濯が一番最初の糊落としと、最後に保管するための2回洗濯した状態の蜂の巣で、次エクストラはあえてこれはしっかりと蜂の巣出したいっていうことで、糊をねある程度がっちりつけて固定させた状態で履き込んだので、まあまあしっかり出とります。綺麗に出とるでしょうね。え、綺麗に出てるねえ、いいでしょう。これぐらい出るとさ、やった感あるよね、やった感で。まあこの間レアが緑に対してザ青、綺麗な当たり感出るね。っていうかこれを作るの大変なんだけどね、テクニックもいるんだけどね、テクニックもね。でエクストラもう一個今日ちょっとご紹介、ジージャンよいしょ、ジージャンも蜂の巣あるんです。はい、これが左腕、右腕、これエクストラのヒゲヒゲコンビ。いや美しい。まあここまでねするのはね、なかなか大変なんでございます。毎日履き続けることってね、継続は力ないと言いますが、毎日履いてジーパンを愛しね、愛してもらいながら共に進むという、あんまあ、ちょっとよくわけわかんないね。はい、次が石川台、これが120日ぐらいかな今着用が。まだねシワは固定してあるけど、色まではさほど落ちていない、まだこれから色が落ちていく段階だいたいね。そうだね、
5ヶ月6ヶ月ぐらいになってくると色って結構早く分かるような感じになるかな。最初の 3、4ヶ月、まあ特に 1、2 は全然なかなか変わらないんだけど、3、4、5、6になってくると色は結構ね変わってくるのが分かるんじゃないのかなとは思います。で、一本一本やっぱりね、その色落ちスピードみたいなのは違って、比較的エクストラが一番色が落ちるのが遅いような気がする。レアが一番早いような気がする。その中間が石川台かなと。まあこれはね、洗ってないから一概に言えない。洗ってないから。で、これ選択しだすとまた意見が違うんではないのかなと。で、初期の段階の色の落ちるスピードと後期で落ちる色のスピードまた違うと思います。まあその辺はまたね、おいおい、もしかしたら半年とか1年ぐらいの後にそんな話もできたらなと思いますけど、初期の段階の6ヶ月ぐらいの色落ちで言うと、レアが一番早くてエクストラが一番遅くて、まあ石川台真ん中ぐらいかなっていうのが今の印象だから、蜂の巣もどちらかというとね、どちらかというと、まあうん、その落とし方にもよるけれどもね、さっきも言ったけど、のり付けしてしっかりとシワの固定をした状態でやったものとやってやってないものとやっぱ違うよね。やっぱエクストラはがっつり、石川台もがっつりのりをつけて立体感もちゃんと出してあるんで、今このあるべき姿になるわけよね。でも自然に意外と生えてると、さっきのレアみたくそんなには出ないもんだよ。そんなには出ないもんだよ、なかなかは。うん、なんでぜひ、この蜂の巣を作るんであれば、前の動画を一回見てもらって、シワの固定みたいなものを見てもらえると分かりやすいんじゃないのかなと思います。で、3本、ね、この今説明しているフラッグシップモデル、ビッグジョンのフラッグシップモデル、レア、エクストラ、石川台、ジーンズ大和、向山店、豊川店、三好店、明大寺店、小牧店、このぐらいまでは3種類揃ってるのは、ごめん、向山、豊川店、明大寺、この4店舗ぐらいまで全部、小牧はレアとかも扱ってる。お店によってちょっと扱ってるものが違うかもしれないんですけど、ぜひちょっとこう生の状態でまず見てもらって、生だとねそんなに変わらん、見る人が見ればそれは変わるけれども、そんなに変わんないんだけど、洗ってくと、実は洗ってくとじゃないな、履き込んでくと結構変わりますよ。で、今回はその中での蜂の巣というもののちょっと比べをしてみましたということで、今日はこの辺で終わろうかな。はい、よかったら高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マサトブルーの好きこそものの上手なれ、今回はこの辺で蜂の巣編でした。